こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。ドブルウェイ前に行きそうです。シグナルラピス、それに続いています。さらにはエンドエベレスト、6番マッハソロン、その後ろ後方に控えたのがトロピカルダイヤ。それでは先頭からドブルウェイ先手を取りました。その隣にスイートウェイ、その外にディアレイ、その外からシグナルラピス、その隣にサンライトアイランド、その外からスピードウィングス、内からはジェイドドーター、その隣にマッハソロン、その外にステートリック、さらにはワインマリリン、その隣にシーサンダース、トロピカルダイヤ、すぐ後ろ一番後ろにメジロドーベル。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。13番ディアレイ、その隣にサンライトアイランド。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ13番ディアレイ、サンライトアイランド、ほとんど差がありません。シグナルラピス3番手、メジロドーベル、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ディアレイ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はステートリック、あと 200m。 ディアレイ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。メジロドーベル抜けた。ステートリック追いすがります。メジロドーベル、メジロドーベル1着、2着にはどうやらステートリック。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。メジロドーベル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。バックスボーイ前に行きそうです。サイレンス鈴鹿、それに続いています。さらにはダブルアクション、6番ランドグラス、その後ろ後方に控えたのがダホス。前に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはサイレンス鈴鹿、そして大きく離れてダブルアクション、この位置です。その隣にフラッグダウン、すぐ後ろにバックスボーイ、これに続いてタイムトゥコネクション、すぐ後ろにフライトライツ、さらにはパーシャンハンター、そして大きく離れてランドグラス、この位置です。サンライズロータス、すぐ後ろ、そして大きく離れてスマートゲイル、この位置です。マウンテンキャット、それに続きます。間が空いてラビーブ、大きく離れました。ダホス、最後方にヤグリ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はサイレンス鈴鹿、2番手はフラッグダウン。さあサイレンス鈴鹿、このまま逃げ切れるでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサイレンス鈴鹿、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サイレンス鈴鹿先頭、後続大きくちぎれました。残り 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。サイレンス鈴鹿力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はフラッグダウン、サイレンス鈴鹿独走、サイレンス鈴鹿ぶっちぎりです。サイレンス鈴鹿1着、2着はフライトライツ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。サイレンス鈴鹿、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはムービーアクトレス、スカーレットフライヤー。この馬も好スタートを切りました。ディストーティドヒューモア、前に行きそうです。アスコットジュピター、それに続いています。さらにはメンズエクスクルーシブ、11番ムービーアクトレス、その後ろサークルブラッド、どうやら後方からの競馬。それでは先頭からディストーティドヒューモア先手を取りました。先頭は依然としてディストーティドヒューモア、スカーレットフライヤー、ほとんど差がありません。カワチシュール、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ディストーティドヒューモア先頭、差はほとんどありません。2番手はアファームドサクセス、残り 200m、 ディストーティドヒューモア先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。カワチシュール、アファームドサクセス追いすがります。カワチシュール、カワチシュール1着、2着にはどうやらアファームドサクセス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチシュール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。ウィングアロー、前に行きそうです。タイムトゥブレイブ、それに続いています。さらにはアリーパイオニア、9番メジャーロッキー、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはゴールデンミサイル。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。ゴールデンミサイル先手を取りました。2番手に4番ウィングアロー、青の帽子、リアルクワイエット、その後ろ。すぐ隣にクラウンパッサー、内からはアリーパイオニア、緑の帽子、メジャーロッキー、その後ろ。その隣にオーロラキルデア、その横にステージアリーナ、内からはブロードファイア、その外からビクトリーギャロップ、内からはウィニングボイス、さらにはアポロルック。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてゴールデンミサイル、リアルクワイエット、ほとんど差がありません。3番手にウィングアロー、絶好の手応え。ウィングアロー、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はリアルクワイエット。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはリアルクワイエット、リアルクワイエット先頭、あと 200m、 リアルクワイエット先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手はビクトリーギャロップ、リアルクワイエット1着、リアルクワイエット完勝。リアルクワイエット1着、2着はビクトリーギャロップ、勝ったのはリアルクワイエット、見事な勝利です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。カワッチサンライズ前に行きそうです。ライアファン、それに続いています。さらにはルソー、14番ドリームウェル、その後ろシルバーペイトリアーク、後方に控えました。では前の方から見てみましょう。先頭はなんとカワッチサンライズ、場内ドッと湧いています。その隣にルソー、その外にアルムタワケル、緑の帽子ライアファン、その後ろすぐ後ろにスケベ人間、並んで1番デイラミ、その外にドリームウェル、その隣にサンライズプロテクター、その横にフェイスフルサン、サファリキャプテン、すぐ後ろ内からはバイオタップ、これに続いてカイタの、緑の帽子メジャーシャーク、その後ろすぐ隣にシルバーペイトリアーク、しんがりからカイフタラ。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。なんと先頭はカワッチサンライズ、これには場内からも歓声が上がります。サンライズプロテクター、この馬もこのグループ、すぐ後ろにルソー、さらにはアルムタワケル、緑の帽子ライアファン、その後ろすぐ隣にオリエンタルエクスプレス、その横にデイラミ。この辺りで先頭が変わりました。サンライズプロテクター、2番手はカワッチサンライズ、絶好の手応えです。ルソー3番手、カワッチサンライズいい位置、果たして先頭を捉えるか。サンライズプロテクター先頭、カワッチサンライズ先頭、2番手はサンライズプロテクター、追いすがります。やはりカワッチサンライズ先頭だ。残り 200m、 カワッチサンライズ先頭だ。残り 100m、 カワッチサンライズ粘る。ベイラミ食らいつく。カワッチサンライズ、カワッチサンライズ1着、2着にはどうやらベイラミ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチサンライズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。前はノーブルモントレー、トレジャーミレー、ほとんど差がありません。3番手にファイトビゼン、絶好の手応え。ノーブルモントレー先頭、差はほとんどない。2番手はファイトビゼン、あと 200m、 ノーブルモントレー先頭だ。残り 100m、 ファイトビゼン抜けた。ノーブルモントレー追いすがります。ファイトビゼン、ファイトビゼン1着、2着にはどうやらノーブルモントレー。ファイトビゼン見事1番人気に応えました。